今日はなんと、はい、あの広島の千住さんより、はいはいはい、第2弾の挑戦状が届きました。ありがとうございます。今日ご紹介するのがこちら。皆さん見てください。こちら熊本の天草ウルメ丸干しでございます。YouTube で合わせてみてよと。これ本当にうまいからぜひ食べてというふうにね、ご意見いただきました。はい、さあこれをですね、お酒で合わせていくわけなんですけども、まあ、丸干し特徴としてはやっぱりこう香ばしい香りが特徴的です。そしてやはりちょっと塩味ですかね、塩味、そして凝縮した旨味、この3つに対してどういった日本酒でアプローチするか、そこが今回ポイントになるかなというふうに思います。お選びさせていただいたお酒がこちらですよね、3種類、はい、一つは岐阜にございます道盛り純米ドライでございますよね。そして二つ目は高村さんが選んだよね。はい、福島県の大木大吉本店さんより自然豪のバイオでございます。そして最後が福島の新田本家、秋上がりの純米というタイプをお選びしてます。はい、もう炙ってるんですけど、はい、炙りながら食べながら飲みながら実証をしていきたいというふうに思います。はい、それではやってみましょう。はい、この煮干しっていうのはこのまま食べてももちろん柔らかくて美味しいんですけれども、軽く炙ったらもうより美味しいということで、我々は今回炙って食べさせていただきたいと思います。さあそれではちょっと実際食べてみましょうか。はい、皆さん見えるかな、これもうすごいね、目が綺麗なんですよ。すごい、もう目がねキラキラしてるんですよ。キラキラしてますね。見えますか皆さん、この青びかりした本当に新鮮なものなんでしょうね。うん、とても美味しくいただく行きましょう。はい、ではいただきます。まず香りもいいですね。すごいいい香り。いただきます。うん、柔らかいですね。うん、柔らかい。おお。なんだろう。肝の味わいもあってすごい。じゃあね、僕が選んだまず道盛りからやってみたいと思います。はいはい、じゃあ行ってみましょう。おお。道盛り。これはですね、日本酒度がプラス18ありまして、まあ、まさにキレのいい辛口です。清涼感のあるちょっと梨を思わせるような香りもあるんですけども、そこからガラッと辛口に切れ上がってきます。丸干しのやっぱりこのイワシ丸干しのちょっとこう塩味の部分とやっぱ辛口で合わせると、もうちょびちょびずっと永遠ループで飲めるお酒です。まさに口内をリフレッシュしてくれる、そういったお酒です。今日常温ですけど、少しね、ぬる燗にしてもこれまた良きかなというふうに思います。大変美味しいお酒でございます。さあ続いては小村さんの部分でね、はい、真ん中の福島県の大木大吉本店さん自然豪のバイオになっております。大木大吉さんは自然豪とあと楽器政宗っていうお酒が2種類あります。まあ、今回はその福島のお米だけで作ったっていう自然豪シリーズのバイオになっております。さあちょっと飲んでみましょうか。はい、はい、まずテイスティングです。これまた室賀無花水のこう、ね、豊かな味わいということが感じられますけど、いかがでしょう。まあ、まず、まあ、第一声、めっちゃ美味しいです。めちゃ美味しいです。めちゃ美味しいです。肝と、まあ、もこの大木大吉さんの肝とというのはとってもまろやかでコクうまなタイプの肝となので、とても飲みやすいタイプですよね。うん、合わせてみましょう。はい、行ってみましょう。手で持っちゃいます。あ、私は走ってみます。うん、今胴の部分ですね。いいね、塩味が出てきた、旨味が出てきた。ずっと噛んどけれるね、すごい。左にここに入れてちょっとずつ噛みながら、ね、それ何ですか、メモされて、みんなメモしましょう。何です、もう一匹で一号、一号いきます。これはここにまず入れます。噛みながらお酒を延々と良い子の皆さんは真似しちゃいかんですこんな大人になっちゃいけません。さあ、ということでやってみたいと思います。はい、あ、同調爽快変化という口の口内の中でね、まず爽快感、そしてこのウルメの持つこの旨味というのをいかにこう拾ってくれてるかというのが分かるなと思います。肝とだからといってそのパワフルで、ね、こうパンチのあるいわゆる噛んで飲みたいっていうことではなく、非常にこう柔らかさのある、旨味だなというふうに思いました。さすが小村さん。いや、美味しい。このなんかもうウルメの旨味で凝縮された旨味であったり、もう塩味、香ばしさを全てを包み込む、そんなもうなんかこうね、懐の広い
素晴らしい。素晴らしい。さあ、3つ目いきましょうか。はい、お願いします。さあ、3つ目、こちらも福島なんですけども、今回秋上がりということで、秋限定の新田本家さんのこちらは自然酒肝と秋上がり生詰めというところで、紹介させていただきます。まずテイスティングしてみましょうか。はい。あ、いいですね。もう秋の香りがしますね。でもちょっとほんのり色味がかってますね。うん、やっぱり秋まで寝かせることによって、やはりこう熟成感ということが現れていると思います。ウルメもですね、香ばしい香りがあって、ちょっとこう秋を思わせる土っぽさ、こう香りがするなというふうに思います。穏やかでね、落ち着いた。で、肝とならではのこう酸、旨味、このあたりの融合というか、口内でしっかりと感じられる部分がすごくいいなというふうに思います。今、常温ですけど、扱いにしていただいてもなかなかねポテンシャルのあるお酒だというふうに思います。じゃあ飲むあ美味しい。でいきます。うわ、最後の新田本家の合わせっていうのはあれね、ウルメのうまさを最大限に引き出した、飲み込んだ後にウルメ感をしっかりと出してくれてる、これがまさにマリアージュだなというふうに思いました。うん、どんなですか。ウルメを主役にしてくれるような、まあ、そんなお酒だなっていうのをすごく感じました。すごいですね。まあ、本当に新田本家さんはお米もですね、自然栽培米 100% ということで、まあ、非常にねお米作りも大切にしておる。で、フードテロワールといったところを大事にしている蔵元さんだというふうに思います。はい、ということで今日はね3選を選ばさせていただきました。はい、おさらいでございまして、すっきり辛口キレのいい、道盛り、こちらで、すっきりとね合わせていただくパターンと、そして、味わい深くコクまろやかさ、こういったあたりで合わせていただくのだったら自然語バイオでございまして、そして秋上がりということで熟成感、米の旨味を感じられるというタイプでしたらこちらということでございます。大変美味しい3選でした。それでは皆さん、チャンネル登録といいねぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。